ルールル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 ル。久保さん、帽子っていう手段がありました。久保さん、馬ですね、馬。一文字ね、馬です。これ馬じゃないかな、馬なのかな、馬じゃないのかな、アルパカだったかな。まあいいや、馬にしときましょう。馬でしょ。ひたすら草を食ってますね。ひたすら、久保さん凡事徹底ですよ。ひたすら食べてますよ。ひたすら、まあそこもね、ひたすら食べですけど、ひたすら食べてますよ。とにかくひたすら食べてますね。ひたすら食べてる。これもう人間いてもね、全然ガンシカトですね。人間より久保さん、やっぱ飯っすね。飯。おお、飯。久保さん、飯大事っすね。こんなに集中して飯食ってるってすごいですよね、久保さん。久保さん。この絵、なかなかないよ。この絵はね、なかなか僕しか撮れないよ、久保さん。久保さん。ね、うんこしてます、うんこ。ここ、綺麗ですね。やっぱね、馬もね、一生懸命生きてるんですよ。ね、飯食って。やっぱね、僕がネットビジネス、ネットをこう、入ろうと思った理由が、まあ飯食えんじゃねえかなっていう、頑張ればね。まあなんか飯食っていかないといけないわけじゃないですか。こいつらも飯食ってるけど。僕たち生きるためにはやっぱ飯食わないといけないですから。なんかその、馬とか、そう、象とかもね、なんかそのニュースとかでもあって、なんか象が今、飯食うのがなくて、その、なんだ、海外でその、住んでる民家に行ってね、食料をやるみたいな、あるらしいんですよ。まあ何が言いたいのかっていうと、生きるためにね、その住む場所ですらね、こう移動してね、こう変化 してるわけじゃないですか。てか変化しないとき、住む場所、そこに飯がなければ移動するわけですよ。なここもね、草なくなったらまあ移動するしかないでしょうね。だから今時代はね、大きく変わりまして、時代は大きく変わってね、今までの給料じゃやっぱやっていけないわけですよ。まあ、やっていけるって言ってもきつくないですか、きつくないですか。まあ楽だったらいいんですけど、でも飯食ってね、生きていくためにもやりましょう、新しいこと。まあ生きていかないといけないですから。なんかこの絵面ないよ、久保さん。壮大だね、北海道みたいな。すごくないですか、これ。すごい。ねえ、久保さん。うま。今回一文字。今回あれじゃないですか、久保さん。今回のシリーズ、一文字シリーズじゃないですか。一文字シリーズでいいんじゃないですか、一文字シリーズ。一文字シリーズ。もうキーワードもクソもないですけど、ね、久保さん。ね。いいんじゃないですか。もういいでしょ。キーワード。降ります。